助けに行くぞ。全部が偽物やったけど、結局また娘を助けに行くっていうね、今まで復讐が目的やったけど、今娘を助けに行くっていう目的やから、まあ気持ち的には今まで以上に力発揮できるんちゃう、おじさん。だいぶ高いな。マリちゃんどこにいるんや。マリちゃんは今何しに行ってんの、孫氏に。マリちゃん一回上行って下まで降りてったよな、一人で。結構冒険したね。孫氏広かったよな。主に縦に広かったよな。さあ到着した。行くぞおじさん、マリちゃん助けに。お、マントある。都合よく。あ、ちょっと短い。ちょっと恥ずかしい。下半身が。リミッターが解除されました。出力システムに変わるか、パーツ永続的。はい。はい。中古部品。どこにいるんや。マリちゃん。見つけてよかったな、様になるやん。かっけー。さあ行くか。敵いるんかい、敵いるんかい。ちょっと待ってや。はい、よし行きましょう。もう1時間ぐらいロッカーしてたから1回ロッカー切ってきたわ。さあこれで孫グループを滅ぼすんか。朝廷を滅ぼすって話じゃないやんな。朝廷そんな悪いわけではないから。でも今マリちゃん助けに行ってさ、なあイーロンとかがいるわけではないから、まあマリちゃん助けて終わりなんかな。はい、まあ孫グループの人らはもう朝廷にバレてるから、いずれ朝廷に始末されるんやろうなとは思うしね。はい、とりあえず今はマリちゃんをの命を助けに行くっていうのが大事なので、マリちゃんがなんで死のうとしてるのかわからへんけど、この町に残って未だにマリちゃんが結局なんでこんなことをしてたのか、おじさんについてきてね、あんな命の危機に瀕しながらもついてきて、お父さんに会いたかったんかな。おい、マジかマジかマジか、水来るんかい。ひえー、そっか、別に何十体もいるって話だったもんな。おじさんなんか制限リビッター解除したって言った俺には特に新しい技とかないんですね。一回離れて、はい、全部嘘やったんやな。全部ってわけでもないけど、全てのことがなんか一部ちょっとずつちょっとずつ嘘つかれてたんやな、このゲーム。お、ついたか。あでね、これ実際リアルいるんか、今ここに人がいるんや。あ、孫子って全然避難してへんねや。え、爆発止めてあげて、もしかしてマリちゃんって爆発止めようとしてるかな。全然避難できてなかったんや。人の気配が全くないって、避難した形跡もない。それはもう避難できてなかったんや。全然もうそこら辺で震えてる人とかいたんやね。この水とかやばいんちゃう。水一回一回飛び出るたびに人死んでそうで怖いねんけど。なるほどね。いや、騙されたな。てっきりもう元から人はいないもんやと思ったけど、全く逆やったんやな。これマスコミか、もしかして孫して生活してる人らは爆発起こったから気づいてへんのかな。今なんか街中で暴れ回ってる黒服の謎の男がいるってことで、ドローンのマスコミたちが、ね、写真撮りに来てんのかな。はあ、マリちゃんは全部見て見ぬふりしてたんや、周りに人いたけど。もう一回見返したいな、最初から。
マリちゃんの全てがなんかなあ演技やったってことやもんな。それっぽいとこ、それっぽい仕草とかあったんかな。300万人の住民たちが行方不明になりましたっていうのはもう作られたストーリーやったんかな。そこら辺はちょっとなんかおじさんの記憶がどういう風に物語作られてるのか僕たちは見てきたけど、リアルはどういう風になるのかわからんもんね。どこまでが本当やったんやろ。痛い。はい、ちょっと記憶部分と実際にあった部分ね、ないところとあったところがごちゃ混ぜになってるから結構わけわからんことになってるよね。思い出せないくらい子供の頃、私のママはこの世を去った。ママとのかすかな思い出をたどっていくと、その記憶はいつも巨大な爆発音で終わる。娘近くにいたんや、あの爆発の時。あ、ちゃんちょ、ここって孫子な、もしかして。パパや向けられた犯罪組織の報復爆弾テロ。パパは軍人で、あなたと同じくらい危険な奴らと敵対していた。あなた？我が家に仕掛けられた爆弾はパパを狙ったものだったけど、爆弾が飲み込んだのはパパじゃなかった。ママは大地を揺るがす爆発の中に消えた。その日の記憶は依然としてはっきりしてないけど、当時のパパのことはよく覚えている。パパが私に見せてくれたどこかぎこちない笑顔、遥か遠くを見ているようなぼんやりとした目、日に日に大きくなる傷。当時幼かった私もパパが変わっていくことははっきりと分かった。引っ越した一軒家は再度の報復に備えてのものだったこと、パパが一人で何十ものテロ関連犯罪組織を壊滅させたこと、それらの事実は後で知った。あの一軒からパパは変わった。相変わらずパパは私に優しくしようとしてくれたけど、その行動はすべてどこかずれてしまっていた。優しくて温かく私と遊ぶのが大好きだったパパは一夜にして姿を消した。子供だったけど直感的に理解してしまった。パパは絶対昔のようには戻れないんだって。あまり眠れなかったある夜、私はパパが声を殺して泣いているのを見た。月の見えない暗い夜だった。その時初めてパパがかわいそうだと思った。私はパパを救えるだろうか。あの日、私はできることをしようと決心した。おお、なになになに？またパパが死んだ原因分かってへんよね。あの流れでパパ一回死ぬんやろ。マリちゃん狂っちゃうってそんなん。今からマリちゃんが、マリちゃんの行動原理、今までどう思ってたのか、何をしてきたのかが分かるんかな。おしゃれなゲームやな。ドットの動きはいいし、ああいう演出ではなんか子供の絵みたいにさ、やったりとか、たまには 3D も使うしな。面白いゲームやで、ほんま。ドロッとしな。ドロッとしな。近代都市のマスコミはこんな感じなんか。もう直接取材することもやめたんですね。娘
娘がいるおかげで復讐にはとらわれなかったとか孫グループのやつら言うとったけど、ちょっと人生変わるほどのきっかけにはなってしまってたよな、妻が死んだこと。めちゃくちゃ精神力高いからね、復讐の恩人はならへんって言うてるけど、ね、犯罪組織壊滅させるぐらいには復讐の鬼になってたんやな。はい、まあ、妻を殺されてね、自分に力があったらそれぐらいするか。でなんか冷静に何でもこなす超人みたいなイメージ最初はあったけど、全然そんなことないよな、おじさん。ペクタイ先もやつ当たりするしな。いやペクタイさんと一回戦ってみたかったな。どんな戦い方すんのやろ。思ったより孫少佐がかっこよくて強かったしな。お、あー、みんな避難するんやで。もう爆発するよここは。よし、マリちゃんパートか来た。コモラー。子供の頃から家の片隅には大きくて複雑なコンピューターがたくさんあった。脳活動を電子的に補助する装置を移植したパパのための軍用装備。ティラノと遊ぶのに飽き始めた頃、私はその部屋を頻繁に出入りするようになった。ほこりまみれの分厚いマニュアルと簡単に検索できる膨大な知識。ロジックの世界を思うがままに操る機械の言語。あっという間にプログラミングが私の遊びになった。そう。私は0と1の世界で才能を発揮したのだ。残念ながら。その才能をパパのために使おうと決意した瞬間、私の世界は間違った方向に傾き始めた。8歳の私がやろうとしていたことは、パパの人格をデータ化することだった。間違いすぎやろ。どんな方向に突き進もうとしてんねん。マリちゃん。純粋な動機だった。パパの苦しむ顔は見たくなかった。ママの死、その記憶がパパの苦しむ原因なら、その原因を除去すればいいと思った。ああ、そういう単純な理由やったんや。お父さんのパパの人格からママの存在が消えた理由って、そういう子供っぽい単純な理由やったんやね。人格データの中では、記憶はただの一つのファイルに過ぎなかった。意図的に書き込みや削除ができる、そんなファイルのことだ。もし、パパの人格データからママの記憶を消せたら、リンゴの腐った部分を切り取るように、パパの苦しみも良くなると思ったんだ。うわぁ。子供ながらの頭の悪さやな。純粋ゆえの残酷さ。0と1の世界ではそんな魔法のようなことが可能だった。今ならはっきりと言える。純粋であることは罪だ。はあ、マリちゃんやらかしたね。結構なやらかしですよ。これでどうなったんや。まだあれやもんな、お父さんが死んだことについては触れられてへんな。その勉強してる頃はまだお父さん生きてるんやろ。そっから何があったかやな。これさ、カットしてると思うけど結構ステージが長いよね。これだから1からやらされてる。ミミズゾーン終わったと思ったら無敵ゾーン来たんやけど、ザコキャラの無敵ゾーン。これ今までやってきたギミックのおさらいやらされてるかもしれん。早く続き見たいのに。これああ、正義！正義がいる！正義、お前も、ある意味おじさんと同じ被害者やったんやね。正義は、本体は、死んでるんやんな。正義の本体は、孫グループの実験によって殺されたんかな。いや、正義もなんか孫グループの作ったおもちゃとか言われたしな。そんな悲しいことありますか？いやー。その、うわ、強っ、強っ、油断してた。ザコキャラと思ったら、実やんけ、こいつ。うわー、やるやんけ、お前、この野郎。許さんからな、俺ボケ。あわよ。マリちゃんが正義のことなんかね、
大好き、私正義のファンなのみたいなムーブやってたの、あれは本当やったんかな、あれも嘘やったってことなんかな。ちょ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 、間に合うか間に合うか、危ねえ。孫グループのことハッキングしてたら正義のことをなんか知ってそうやもんな、あれも嘘やったんかな。まえちゃんどんだけ嘘ついてたんや。そのね、0と1の世界に飲み込んでる間にアニメとか見てたんかな。マリちゃんがアニメオタクっていうのは多分本当やろ。もうお父さんのことなんてほどほどにしてね、オタク活動にのめり込んでたらこんなことにはならへんだろうな。おお、ここはあれか、孫子の、おお、うちの人や、工場の人らじゃない、過去の映像なんかな。いや絶対これ人がいるよな、フィルターがまだ中途半端に発動してしまってるだけやんな。サマリちゃん、わあ髪の毛、言うまでもなく人格をデータ化するのは簡単なことじゃなかった。性格、記憶、感情など不完全でコントロールの難しい脳の活動をデータに置き換えなければならなかった。明らかに可能性よりも不可能性の領域にあった。でも私には才能があった、情熱があった。まるで神の作った暗号のような複雑なデータの束の中をさまよっていたとき、すべてを投げ出しそうになったけど、残念ながらパパを救うという希望が私に無限の情熱を与えてくれた。間違った情熱やな。私は喜び勇んでパパの記憶モジュールを日々解釈し、思考プロセスを分析した。これがパパの苦しみを魔法のように癒す素晴らしい贈り物になると信じて。完成した人格モデルを初めて見た時のパパの表情を10年経った今でもはっきりと覚えている。どんな反応したんやろ。あの日が烈火のごとく激怒したパパを見た最初で最後の日だった。まあブチ切れちゃうかもね。お母さんのことを忘れる人格作ったよって言ったってことやんな。復讐に燃えてるお父さんに向かって。パパは声を震わせながら私の過ちを告げた。普通に良くないよって説教したんかな。人格データは朝廷が、ああなるほどね、そっちか。人格データは朝廷が厳しく禁じている第一級禁止技術なのだと普通に心配して怒ったんか。第一級禁止技術は単純に研究しただけでも重大な反逆行為で処罰される危険な技術なのだと。もし私の作ったものが朝廷に知られたら取り返しにつかないことになるだろうと。当時パパが言ったことは何も理解できなかった。でも何かひどく間違ってる気がした。パパは怯える私をよそに即座に人格データを破壊した。物理的。ああ、じゃあ爆発？その後、重火器で武装した連中が家に踏み込んできた。びっくりした。パパがブチ切れてパソコンを破壊したかと思ったわ。刺すような火薬の匂い。空気を引き裂く銃声と爆発音。パパは武器も持たず私を守ろうとして、殺された。朝廷からの資格ってこと？私のコンピューターに不正侵入用のバックドアがインストールされていたことは何年も後になってから知った。私が殺したっていうのはこっちやったんか。お姉ちゃんじゃなくて。てかお姉ちゃん全く出てこへんな。あれお姉ちゃんじゃないんかもしかして。仕事の同僚的な意味のお姉ちゃんなんかな。まあいや、そこは。急に作画が子供じゃなくなった。純粋であることは罪だ。そして手に負えない才能は呪いだ。この二つが出会うとき、人生は地獄となる。で、でマリちゃんどうしたんやろ。誰に殺されたんや。人格いじってること、人格形成技術を勉強してることがバレて朝廷がブチギレて襲ったんか、それとも孫グループが。
襲ってきたんかな。復讐ね、テロ組織のやつ当たりって可能性もあるけど、でもマリちゃんのパソコンのなんかバックドアなんちゃらが解析されてって言ってたから、多分マリちゃんのせいで襲われたってことやんな。じゃあ朝廷になるんか。まだあの段階では孫グループのマリちゃんって因縁ないよな。どうなん、あでもその後か分からへんけど、お父さんの人格を孫グループが手に入れてるんやから、孫グループが襲ってきたんは、孫グループが、あこいつ人格データなんかいいデータ持っとるやんけって嗅ぎつけたってことか。なんかバックドアなんちゃらを検索か探索かして、それで目つけられて襲われたってことか。じゃあ孫グループやっぱ悪いやん、全部孫グループのせいやんけ。やっぱあいつらクソやな。むずいねんけど、むずいねんけど。せいじくんなって、もうせいじが割とプレッシャーやねん。さっきも言ったけど、お姉ちゃんはやっぱなんか家族じゃないっぽいな。全然マリちゃんの階層にお姉ちゃんが出てこうへんあたり、お姉ちゃんとして言わせてもらうけどとか言ったけど、あれはお姉さんなんやな、お姉ちゃんじゃなくて、仕事上の年上の女の人っていう距離感やったんかな。そこら辺もしかしたら何かしらの翻訳ミスなのかもしれんな、このゲームの。はい、さすがに家族にしては出なさすぎんもんな、あの人。さあ、それは軍人が計画的に殺害された事件だった。襲撃者は巧妙に姿を消したが、警察の猛追からは逃れられなかった。やがて犯人は古びた埠頭にある古い倉庫で発見された。冷たい変死体として、遺体から得られた唯一の情報は犯人たちが事件直後に殺されたということだけだった。事件直後に殺された。身元を特定できるものは全て取り除かれていた。背後にある存在を隠そうとする徹底した尻尾切り、残った手がかりはただ一つもなかった。まあ孫グループやな。犯罪組織による報復殺人という漠然とした結論とともに、捜査はうやむやに打ち切られた。だが私は違った。犯人の真の目的は私だけが知っていた。人格データやな。パパが殺された日、家から消えたものが一つだけあった。コンピューターのハードディスクだ。それにはパパの人格データが入っていた。誰かがパパの人格データを盗んだのは明らかだった。私がパパを殺した。その時、心のどこかがプツンと切れた音がした。マリちゃん、そっから復讐やったんか。おー久しぶりです、監督官。まだ生きてたんですね。ちょ、これ怖いって。監督官、オラボケ。ちゃうの、これじゃない、おしおしじゃないです。ふう、全然生きとるやんけ。もうおじさん体当たり覚えたんで、自分でなんとかできるんで、いいよ。はいはいはい。よいしょ。いけるか。ナイス。もう監督官も怖くないな。警察にも言えへんたんやろうな。人格データが盗まれたって言ったら、お前人格のなんか研究してたんかって言われたら、それでね、反逆罪とか言われるらしいから。で結局もう一人で抱え込んで孫グループのこと調べたんかな、マリちゃんは。毎日が地獄の連続だった。毎日目を開けて望むことはたった一つ、全てが夢だったらいいのにということだ。お父さんもお母さんもね、失ったからな。ぐちゃぐちゃに潰れそうになっていた私が耐えられたのは復讐心のおかげだった。なんか運命的なもん感じんな。復讐心のおかげで耐えられた。パパを殺した者たちへの復讐。
マリちゃん闇落ち。世の中から姿を消した私はハッカーになった。逆説的にパパを殺した才能はパパを探すことにもつながった。私は己の力を最大限に使い、パパの痕跡を求めてネット上を狂人のようにさまよった。わあ、引きこもりオタク。何年経ったのだろう。狂気と脅迫観念が状態と化す中で、私はついに犯人の手がかりを見つけた。孫。それは孫グループの極秘プロジェクトにあった。孫グループ。名実ともに国内最大の企業であり、都市を丸ごと所有する巨大コングロマリオマリット。激しい憎悪とともにある疑問が生まれた。得るものは少なく、失うものばかりが多いにもかかわらず、人格のデータ化技術を盗んだのだ。何のために？そこで私は孫グループについて調べ始めた。復讐が目的やったんか。最初はお父さんの真実、死の真実を知りたい。おお、来た来た来た。これそういうことやったやな。ワーカー操れるのは同じやから操れたんやな。はいはい。見た目もワーカーやったわけやからな。いや、見た目もワーカーやと思わへんたわ。おじさんの姿に疑問を抱く人が一人もいいひんたもんな。このゲーム内の登場人物の中には。うまいことできてんな、ほんまに。あ、マリちゃんが一回さ、めっちゃギャグかましたときあったやん。おじさん、返事してくださいって言って、右おじさんいんのに左のワーカーに話しかけてるあのしょうもないギャグやってるとき、あれギャグじゃなかったやな。普通に間違ってたんや。なるほどな。あれ全然意味変わってくんな、今見ると。完全にめちゃくちゃボケてるシーンやと思ったわ。あれ超伏線やったんや、はい、あそこら辺でももうすでにおじさんってワーカーなんじゃねえとは思ったけど、見た目もそうやと思ってなかったもんな。はいはい。なんか今勝手にアハ体験したわ、小村さん。いや、ええよな、そういうなんか何でもない、なんかちょっと面白いギャグシーンが超重要な伏線やったみたいな。ついたか。孫グループ、そのパブリックイメージは国内のほとんどの領域に圧倒的な影響力を行使する堅実な財閥。私もそう思っていた時期があった。しかし一皮むいてみれば、企業内部は奇妙なことだらけだった。不便を通り越し、明らかに非効率的なまでの厳重なセキュリティ。いつでも全てのデータを同時に破壊できるよう設計された危険なデータ構造。広範囲かつ組織的な裏工作。この膨大な異常の中で、私はなかなか糸口をつかめなかったが、ついにそれを見つけた。パパの人格データ。あれから10年、パパの人格データは元がわからないほどに改造されていた。自分で作ったもんやからすぐわかるか。巧妙に配置された記憶の中で、パパは娘の復讐を盲目的に遂行する殺人マシーンに変貌していた。これも複雑やったやろうな、見つけた時。パパの記憶では、私はテロで死んだことになっており、その記憶は復讐の燃料となっていた。面倒見のいいパパはどこにもいない。そこにいたのは、無意味な復讐を繰り返すだけの戦闘プログラム。サンナビプロジェクトだけが残されていた。その時、ようやく全てが明らかになった。長い間、朝廷は人格のデータ化を極度に警戒し禁止していた。その理由として倫理的な問題を挙げていたが、実は理由は一つだけあった。データ化された人格は再生産可能であり、そのような人格は朝廷にとって脅威となり得るからだ。なぜなら、コア技術が国家の管理下にある人工知能とは異なり、人格データは常にオリジナルの知能と能力を保証するからだ。
よく訓練された軍人一人の人格データで軍を組織することができてしまう。簡単におじさん軍ができるわけね。人格のクローンができれば、金と技術という属性の力で朝廷に対抗できる力が得られてしまう。そう、マゴグループは天に挑もうとしていたのだ。ちょっとかっこよく言うやん。そしてパパはマゴグループの反逆の刃だった。めっちゃ刺されてるけど、パパめっちゃ刺されてるけど今どうやと。はあ、なるほどね。さあ登ってきたぞ。下に上がって、おお、ここにもまだ人いるんや。こんな上浮浴層でも。一回下に叩き落としてまた上に上がってきたやろ。いや、なんか上に下ろしてくれてもよくなかった大佐とか。なんで一からやらしてんねや。結構長いでこれ。マリちゃんがね、マリちゃんがわざわざ下まで降りてったんかと思ったらそういうわけじゃないんやね。また何か知らんけど一からやり直してるんや、おじさんが。じゃあもうあれやね、完全にあれやん、マリちゃんが作った人格データとは別物になってるから、パパに会いたかったって言うととはまたちゃうんかな。自分の作ったパパの人格データ、まあ自分の作ったパパがいじくられてんのが許せないっていう感覚なのかな。私はお前の父じゃないって言ったとき、ねえ、マリちゃん泣き出してたけど、そういうことやったんやな。一応、父でもあるけど、父でもないからっていうので、なんか感情が爆発してたのかもしれんな。結局、マゴグループの作戦はもう、ねえ、失敗したってことやな。すべてを捨てても逃げ出そうとしてるんやろ。都市も捨てて、データも全部消去して。でもこのパパの人格データだけは持ち出して逃げてるんかな。パパの人格データさえあれば、まあ言うてやり直せるからな、いくらでも。金と時間さえあればすぐに軍隊作れるわけやし。じゃあ今ね、孫グループの大半の人間はどうやら自殺してるみたいやけど、イーロンとかは多分どっか逃げてんねやろ。そう、イーロンたちにとどめ刺さな、なんか決着つかへんわとは思うけどね。どうすんやろその辺。はい、いいよ。マゴグループはたやすい相手ではなかった。機密プロジェクトの漏洩が発覚すると同時に、すぐにネットワークをすべて遮断した。そしてデータをすべて抹消し始めた。何としてでも計画全体を葬り去ろうとする恐ろしい決意に対して、唯一できたのはサンナビプロジェクトのコピーを作り持ち去ることだけ。サンナビプロジェクト。パパの人格は一つの環境でのみ作動するように改造されていた。ワーカー、孫に使われる多目的労働用アンドロイド。私はまだアクセス可能なワーカーを見つけ、サンナビプロジェクトを挿入した。何かに取り憑かれたように細部設定を入力した。孫特別視で私、マリに出会って、そして、サンナビを追う。このストーリーを瞬時に作って、で、孫死に行ったんや。マリちゃんは。何のために？自分でもどうしてかわからない。会いたかったんやな。サンナビプロジェクトはもはや私のパパじゃない。それは誰よりも分かっている。再プログラムされた人格は不可逆的なものであり、決して元には戻せない。何が起ころうとも私を思い出すことはない。焼けるような痛みが蘇る。この10年間、日々を耐えるために怒りを装いながら必死で押し殺してきた。でも、この感情はいつも私を見つめていた。罪悪感。今でもその視線を感じている。私がパパを殺した。もう会えるんちゃう？また会えへんか？まだあるんか？もう会おうよ。
リちゃんな、結局会いたかったんか。もう別物になってるし、パパじゃないって分かってるけど、もうサンナビはね、どん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 データ消去行ってくる。今しかこのパパじゃなくなったパパともコンタクト取れへんと思って、急いでそこら辺のワーカーに、とある一つのワーカーに三大プロジェクトを導入したわけね。突発的なものやったんやな、今のこのおじさんが生まれたのは。でマリーちゃんは最初はもう政府に派遣された言うてたけど、それも全部嘘やったんや。そういうストーリーを組み込んで演じてたんやな。でパパとずっと一緒に行動してたのも、パパとずっと一緒にいたかったんかな。どうしたかったんやろうな。まあ急にマリちゃんも行動し始めたことやから、そういうどうしたいとかもなかったんかもしれんな。はい、今おじさん何考えてんねやろ。てか今のそのマリちゃんの独白は聞こえてんのこれ上かな、上か、聞こえてるんかな。聞こえてってか、なんか今おじさんの脳内になんか蘇るように、なんか情報として与えられてるんかな。マリちゃんが急にプログラム組んだ中に何かしらマリちゃんの意思が宿ってるとかで、ね、今何かを感じ取ってるのかもしれんな。はい、でその罪悪感からもうなんか死にたいってもしかしたら思ってるのかもしれんな、マリちゃんは今。それを今止めに行こうとしてるんちゃう、もしかしたらおじさんは。結局だってね、パパももういないわけやし、こんないろんなことした結果、特に何にもならへんたんやもんな。マリちゃんはもしかしたら全てもうどうでもよくなって死のうとしてるのかもしれんよね。それはもう止めてあげなな。孫少佐とペク大佐はもうなんか結構認めてたやん、俺たちの大佐が戻ってきたって。もしかしたらね、またパパのようになれるかもしれんしね、今のこのおじさんが。まあ、でもなんかもう戻ってくるつもりなさそうやけどな。おじさんもおじさんでもうここでなんか死のうとしてるっぽいけどね。着いたかな。いつからだったか、パパの姿がよく思い出せなくなった。たまに夢に出てくるパパの声も顔も全てが曖昧だった。私は今、孫特別室に向かっている。これ物語、ゲームが始まる前のマリちゃんかな。まだ自分が何をしたいのかわからない。それでも多分私が努力すれば、かつての自分を見せれば、思い出してほしかったんか。パパは私を思い出してくれるんじゃないか。奇跡が起こってパパが私のことを思い出してくれたらいいのに。泣いちゃう。パパが私を見たら喜ぶかな。私を許してくれるだろうか。許すよ。許すけどあれやな、気づかへんだな僕はもう全く気づかへんだマリちゃんイコール娘って。パパ、私頑張ったんだよ。正しいことかどうかわからないけれど。ここで出会うよね。また会いたいんだ。よう、こんなモチベーションで、あんなバカできてたよな。超お調子者演じてたやん、マリちゃん。それだけ。マリか。どなたですか？人間ですよね。うわぁ。
このセリフっていろんな意味あったんかな。見た目はワーカーやけど。ああ。マリちゃん。来たんですね。とても遅かったですね。すいません。だいぶ気づくのに遅れました。目的通り行かないロボットなんて不良品だわ、不良品。いつからだったっけ？はっきり覚えていないけど、この世界は私の望み通りにはいかないみたいです。今回もそうです。結局。まあ、もう今更だけど、ただ、わからない。もう何もわからない。サンナビは、この発電所だったのか。おじさん、認識制約を解除したんですね。正確に言うと、この都市の自爆を停止すること、それが私の設定したサンナビです。この狂った企業のゴミ人間たちのせいで、罪のない人々を皆殺しになんてさせません。理解したのなら、これ以上、邪魔しないでください。原子炉の温度はすでに臨界点を超えていて、もう本当に時間がないんです。私が直接入ってコアを解体しないと。今都市の上にいる朝廷も、原子炉を停止したらここから離れるはず。まったく、おじさんおとなしくサンナビを探しに行ったらよかったじゃないですか。もし私の体があの放射能の穴で持ちこたえられなかったら、どれだけの人々が亡くなると思いますか？おじさんが行くよ代わりに、その帽子、どうして？大佐のおじさんに会ってきたの？まさか、彼を殺して？違うよ。めっちゃ勘違いしてる。マリ。ああ、そんな簡単に。私の名前を口にしないで。勘違いしないで。あなたは私のパパじゃない。人間を真似るブリッカンよ。兵器に改造されたパパの模造品よ。私、本当にバカみたい。こんな簡単に終わっちゃうのに、何のために一人で頑張っていたの？私には、こんなことを言う資格はないけど、私は、おじさんのことが憎いです。おじさんを好きになることは、もうありません。だから、お願い、私の目の前から消えて、私の本当の悲しみも、後悔も、偽物なんかに奪われたくないの。そんなこと言われたらな。マリちゃんのせいで僕生まれたんですけどって思うくらい。マリー。おじさん。あ、ハーモニカかそれ。吹けるんか。思い出せ。パパ。最後までやり遂げることが大事ってわけじゃないの。どうしてだ。今回は結構いい感じはなかったが、ハーモニカの練習している時のセリフやったんや。そうでもなかったかな。大事なのはそこじゃないの、パパ。これはそういうものじゃないの。じゃあなんだ。なんだじゃないよ。パパが死ななくてどうするの。最後まで吹かなくてもいいんだよ。絶対たくさん間違えちゃう。音程も完全にずれてた。それにリズムも全部やん。何一つ合ってへんよ。それはつまり一つもうまくできていなかったってことか。そう、その通り。はぁ、あ。
どうやってもパパにはハーモニカを吹く才能はないと思う。大丈夫だよパパ、まだ初心者だから。私もこの曲ママに習うのにすごく時間かかったんだ。マリ、ん？ごめんな。これもママが死んだとか。パパ、どうして謝るの？ただ謝りたいんだ、すべてに対して。マリにもやりたいことはたくさんあるのに、パパは時々父親としてうまくやれていないんじゃないかと思うことがある。たまにママがすごく恋しくなるんだ。ママに会いたい？私も会いたい。理解してるような死んだこと。今ママも空から私たちを見てるよね。ママがちょっと笑うのやめてくれる。ちょっと W 入れたやめてくれる。急に台無しや今の。ねえパパ、私が悲しい時ママはこの曲マフィンのこと覚えてるよね。マフィン、私たちのにゃんこ隊員だよ。あいつマフィンって言うんや。マフィンが虹の橋を渡った時、とても悲しくなったの。マフィンが私一人を残して去ったような気がして。マフィンいたんや実際に。あの時お母さんが本気を聞かせながら、この全ての出会いには必ず終わりがあるから、だから一緒にいる時間が大切なんだって。不思議とこの曲を聴くたびに悲しい気持ちは魔法のように消えてしまうの。ねえパパ、私はパパと遊ぶのが大好き。恥ずかしがっても私のために一生懸命遊んでくれるパパが大好き。私が大変なお願いしても全部聞いてくれるパパが好き。私と遊んだ後疲れて寝ちゃうパパも好き。パパが寝てる間にチェーンフックを持ち上げてみたことがあるの。すごく重かったよ。重い腕のせいで大変だったよね。ごめんね。パパも仕事の後疲れて休みたいのに。それでもいつも私と一緒に遊んでくれてありがとう。ちゃんとやれてるやん。本当にパパと一緒に過ごした時間の一つ一つがとても幸せなの。今もそうだよ。だからパパ、ごめんって言わないで。パパはいつも最高のパパだから。マリ、名前呼んだ。え、パパを悲しくなったらいつでも私にいたね。悲しい時にすむハーモニカを吹いてあげる。ママが私にしてくれたみたいにね。それからこの前パパのトレーニングを見て私も夢ができたんだ。私軍人になる。パパみたいな天下無敵の軍人。冒険、うん。目を閉じて想像してみてパパ。私たちは仲間になって恐ろしい敵のいる城に向かうの。うわあ、途中で立ちはだかる巨大なワンマンを倒して、それから正義に出会って一緒に写真を撮って、あと、あの巨大なモンスターには勝てないんだ。感動感か。たまには逃げることも必要だからね。ちょ、泣きすぎでしょ、喋れへんかもしれん。あ、テレビで見たことあるんだけど、空を飛ぶ電車もあるんだって。すごく不思議じゃない？私、とっても乗ってみたいの。考えるだけでもとっても楽しそう。そうでしょ？そんな日が、本当に来てほしいな。きっと来るよ。なんだかそんな予感がする。パパ、一つだけ約束してくれる？何の約束だ？もしね、一緒に冒険をして私が悲しくなる生きたら、私にハーモニカを吹いてくれる？この曲サンナビ曲の名前なんや。
ッパーがこれを吹いてくれたら私は絶対に元気になれるよ。もちろん他でもない大切なマリのためなら。やっぱり誰が何と言おうとパパは最高のパパだよ。でも今の演奏のままじゃ絶対ダメ。今のままだったらむしろ悲しくなっちゃうかも。わかった？私がもう一度サンナビを聞かせてあげるからよく聞いて練習しといてね。吹けてるんか？おお、これはもう奇跡起こったでしょう。マリちゃん、今回は大丈夫じゃなかったか？パパ、本当にパパなの？ロボットじゃなくなってんな、映画。マリ、ずっと大変だったろ？全然苦しくなかったよ。本当にすごく苦しかったんだ。本当にすごく。何年経ってもパパが死んだって実感できなくて、大声でパパを呼べばどっかでパパが返事をしてるかもって、だから毎晩眠るのが怖かった。もしかしたらパパの夢を見ちゃうんじゃないかって。夢を見れば見るほど、時間が経てば経つほど、夢の中でのパパの姿はだんだん忘れていくのに、逆にパパがいないっていう現実はだんだん鮮明になっていって、それが一番怖かった。いつかパパの姿を完全に思い出せなくなって、私にはこの恐ろしい現実だけが残るんじゃないかって。もう大丈夫だマリ、好きなだけ泣いていい。ごめんなさいパパ、私のせいで。パパ、全部私のせいなの。全部、このすべてが私のせいなの。ごめんなさい。なぜ謝るんだマリ。パパただただ感謝しているんだ。こんなパパを最後まで信じてくれてありがとう。違うよ、私は信じていなかった。私は諦めようとした。それでも最後までパパのそばにいてくれたじゃないかパパ。だからどうか謝らないでくれ。このかけがえのない幸せな記憶だけを抱えていきたいんだ。パパ、このまま私と一緒に逃げられないの？私がパパのことを直すから。マリ、ママが言ったことを覚えてるか？すべての出会いに終わりがある。それは必ず誰もが受け入れなくちゃいけないものなんだ。そんなの知らない、そんなの嫌、そんなこと覚えてない。私はパパがいないと生きていけないの。マリ、パパがどれだけマリを愛してるか知ってるだろう。うん。もし全てのものが平等に終わりを迎えるなら、大事なのは最後までやり遂げることじゃない。本当に大事なのはそれまでに何をするかだ。どこへ行くのパパ。全部私が始めたことだ。私の手で終わりにしよう。いやだ、パパが死ぬんだったら私も。マリ、これを覚えているか？鉄の虎。ね、なになになに？どうか私のことを覚えていてくれ。うん、わかった。立派な娘育ってくれてありがとう。短い間だったが一緒にいられて楽しかった。
私の体調。パパ。おお。結局死ぬんかこれ。原子炉行くってことやんな。どうだろう、終わり？終わりか。パパー、泣きすぎて何も言えへんねんけど、さっきから。髪の毛切った？マリちゃん切ってなかったわ。サンナビはどうしたんや？サンナビ、孫グループの上層部はどうしたんや？倒したんか？ほったらかしかな？あ、軍に入ったんか？マリちゃん。隊長。制服使う？うわあ、スパイダーマン。おお、神ゲー、めっちゃよかった。あ、いや、これがあなたのお父さんが使っていた訓練場だ。少しよりがその腕の使い方を学ぶには最適だ。ここにまた来ることになるなんて。本部が閉鎖され、この訓練場は解体される。私が無理に言って残してもらったす。いわゆる永久欠番として。大佐言った通りっすよね。きっと必要になる時が来るって。うんうん。軍に入ると思ってたんかな。大佐帽子してたね。おじさんの帽子は回収できたんかな。原子炉行ったみたいやけども。これ誰やろ。俺の命令作った。あ、朝廷の人らかな。はいはい。まあこの人らが裁かれることはないんかな。それはよかったね。孫の上層部だけが悪かったよ。いやー、神ゲーやった。感動したな。終盤から僕ずっと泣いてたね。最後のあそこやばかったな。一枚絵が出てきたところと子供のなあ、子供のマリちゃんが冒険語っているところやばかった。ひどいね、キラ。このゲートからも入ることができません。どうしますか？この店は柱も長く持ちません。消防隊に工場か退避するに伝えてくれ。もはや消火不可能だ。何か工場を内側から燃やしている。これおじさんが頑張ってたんかな。今ももしかしたら頑張ってるんかな。どういう状況か分からへんけど。あれ原子炉やんな、多分。孫子は安全ではない。ストーリーが思ったより壮大な話になって、しっかり、なあ、決着をつけたというかね。この手で孫の上層部倒したかったけどな。こいつは何や。やばいよな。その通りだ、バカ野郎。あと数回やってから国を出よう。そこにいるのは誰だ？マリちゃんか？おお、正義？守っています。はい。またこのデータ使って今度は正しく使われてるんかな？そういうことかな？
かっけー、いつ切ったんや。お姉さん、あんまり、あなたもトレーニングしに来たの？ここに来たら昔のことを思い出して久しぶりに訓練場を使ったわ。それに最近パンチ力がかなり弱くなったような気もするし。え、パンチ力ですか？そうよ。こうトレーニング場私にも使わせてくれない？あ、でも私、わあ、ボコボコやダンベルもないんじゃんもうあれマフィンもなんか関係してたんやなっていうのもあったしな。あ、これはマエちゃんの家。ずっとお父さんのこと思ってたんやな。過去乗り越えたんかなこれで。一番幸せな瞬間、これ冷蔵庫に貼ってあったのこれか。いつかあれか、スケッチしてた時のやつか。学校の宿題とか言って、いやー神やったパパ。結局本当のパパは復讐見たら割れてね、最後の最後はあれか、娘に説教をしてる途中で殺されたんやったっけ。いや、本当のパパもかわいそうやな、そう思うと。そっからね、なんやかんやあって、ワーカーパパが生み出されて、こんな大冒険して、サンダビ市民を救ったって話か。終わり？お、難易度レジェンドがアンロックされました。ほう。いや、面白かった。いや、申し訳ない。もう終盤あんま喋れてなかったと思うけど。面白すぎて泣きすぎて、アクションも面白かったし、ストーリーも面白かったし、な、もうかっこよさとそのギャグ的な面白さもあって、最後にはしっかり感動させてくれるし、非常になんかね、完成度の高いゲームだったんじゃないでしょうか。いやー、プレイしながらね、アイタンレッドシーズプロファイル以来じゃん。サンナビ、いやー非常に面白かったです。途中でちょっと思ったけど、やっぱり生き残れへんたか、主人公は。パパは生き残れへんた、おじさんは生き残れへんだけど、最後の最後で奇跡を起こして、な、絶対に思い出すことないはずやった娘のことを思い出したんはもう奇跡やね、あれは。無理やりストーリー上の展開で思い出したように見えへんくて、ちゃんとそれまで積み重ねてきた、うまいこと言えへんけどうまいこと言えへんけど、もうめちゃくちゃ面白かったサンナビ、ね、このゲームは2023年に発売されたゲームですけど、まあ、個人的には2023年ではもう一番面白かったゲームやね。なんか言いたいこといっぱいあるけどもね、口が回らないんで今感動しすぎて口が回らないんで、ありがとうございました。何回か言ったけど、このゲームは神ゲーでしたね。はい。サンナビ、ありがとうございました。また別の動画とかもよろしくお願いします。